はい、どうも、トラキチの無課金覇王ロード阪神十戦編です。京都ログインが、1887日目ですね。はい、現在2024年8月16日の16時17分なんですけども、今回ですね、ミキサーやりたいなと思います。はい、1回だけなんですけども、 S ランクミキサーをね、1回だけやりたいなと思います。はい、一応このゴムへありますんでね、はい、ぜひ、まあ、星選手いますんで来てほしいなと思ってます。はい、それでは、星選手ね、一応確認しておきたいなと思うんですけども、まあ、とりあえずはね、まずは被らないことが大前提ですけども、その中でも被らず来ても実質被りになるのがこの大山選手ですね。エキサイティングを持ってます。はい、で、岡留選手、前川選手は、A ランクはね、岡留選手1枚今あるんですけども、前川選手は A ランク1枚もないんでね、この辺りちょっと来てもらったら困るかなという感じですけども、一番の狙いは佐藤輝明選手で、次に岩崎選手で、森下選手、この3名がね、今回狙いです。はい、ぜひ来てほしいなと思ってますね。はい、佐藤輝明選手もね、長いこと来てませんので、もう久しくね、出てくれてませんのでね、ここから出てませんので、2022のシリーズ2から出てませんのでね、まあ、ぜひ出てほしいですね。あと岩崎選手もね、ぜひ出てほしいなと思ってます。佐藤選手、岩崎選手、森下選手狙いでいきたいなと思います。まあでもね、被らなければとりあえずはいいんですけども、中でもこの3人が欲しいっていう感じですね。はい、はい、それではいきたいなと思います。1回だけなんでね、もうここでぜひ佐藤輝明選手、岩崎選手、森下選手来てほしいです。いきます。 1,2,3,4,5 枚ですね。はい、お願いします。来い、まずはカバラズ来い。さあどうでしょう、ちょっとバット当たってほしいな、とりあえず。さあどう、カバラズ来い、当たる、バット当たる、よっしゃ、いいよ。はい、これで未勝利は確定です。佐藤輝明選手、岩崎選手、森下選手、どれか来い。大山選手あかんねん大山選手そうきたかバット当たったけど実質かぶりなんすよいやー、そうきたかバット当たったのにな。うん、そうか、エキサイティングね、持っててね。はい、オーダー入ってますわ残念やな、マジか、バット当たったから安心してもうたな大山選手あかんねんそうか、残念、もうこれはしゃあないですね。はい、もうそれはしゃあないですけども、大山選手でしたね。はい、残念ですね。まあちょっとね、バット当たったからわあ、いけたと思ったんですけどね、そうなんですよね、大山選手は最初にも言いましたけどね、大山選手は実質かぶりになりますんでね。はい、残念ということでね、まあちょっと強化できなかったですね。最後ちょっと、まあ、純正作曲形成戦に向けてね、ちょっと一人、欲しかったなと思ったんですけどね、まあうまくいかずかぶ、まあ、実質かぶりになりましたんでね、残念な結果でしたね。非常に残念です。はい、まあまあしゃあないですね、もうこれはもうしゃあないです。はい、はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチの無課金覇王ロード阪神十戦編でした。